九州南部鹿児島と宮崎県の県境に霧島山と名付けられた一連の山々があります。北海道の大雪山と同様に霧島山という固有の山はなく、20以上の山々からできています。現在も噴気を上げる峰々やいくつもの火口跡、火口湖などがあり、その森林限界を超えたような景色は2000メートルに満たない山とは思えない高山的景観を呈しています。今回は美山霧島満開の中岳中腹と鹿ヶ原を歩きます。バス停のある高千穂原ビジターセンター横から入山します。自然林研究路分岐を経て登っていくと都筑路コース分岐、辺り一面美山霧島です。間もなく中岳中腹の大地、雄大な展望が開けます。平坦な道をたどると入山禁止の規制地点、左へ曲がり都筑路コースに分岐を取ると間もなくベンチ、花と展望が美しいところ、そのまま進んで分岐へと戻ります。高千穂川へ下り、大鳥居から小宮市手前で鹿ヶ原へ向かいます。開けたところは鹿ヶ原、一面の美山霧島です。帰りは小宮市を経て戻ります。おはようございます。今日は5月の23日朝の8時25分ですね。高千穂山綺麗です。今日も天候は最高。こちらビジターセンターですね。今日は中岳中腹の素晴らしい美山霧島群落をですね、のんびりと歩きながら楽しみたいと思います。では参ります。ではこちらから遊歩道入ってきます。なかなか整備された単勝路のようですね。あ、こちらにも解説板があります。ここしばらく石畳の道が続いてますが、昨日の夜土砂降りの雨降りましたので、また苔むしたこの石畳とても滑ります。もう帰り怖いですね、この道ね、とっても滑ります。こちら、まあ、分岐ですね。自然研究路、ではこちら参ります。あ、急斜面終わりました。もう中腹着いたようですね。はい、前方上が中岳ですね。ここにも解説板があります。あ、地図ですね。分岐です。ここ左に行くとつつじコースとあります。こちら参ります。ここの美山霧島も綺麗ですね。そしてあれが中岳ですね。いやー、気持ちのいい道だ。ここの美山霧島の群生地も素晴らしい。いやー、綺麗です。前方に中岳、そしてこちら右側に綺麗ですね、高千穂の峰です。おはち左側の向こう側に頭をポコッと出してますね、山頂。昨日登った高千穂の峰です。
いろんな色の美山霧島です。珍しく白い美山霧島がありました。あ、この辺こう額打つぎがたくさん花咲かせています。本州にあるつくばねうつぎよりずいぶん小型、小さいですね。こうつくばねうつぎです。これぐらいの大きさしかありません。大地の中のちょっと急な斜面登ってきました。はい、ここで終わりですね。霧島と名の付く植物とありますね。あ、ここは開けた気持ちのいいところです。高千穂の峰の方はずいぶん雲が出てしまいました。眼下、帰り回って下る方ですね。向こうに錦江湾、そして桜島がうっすらと見えます。おー、ここも素晴らしい美山霧島の群生地です。おー、新萌岳の噴火による衝突クレーターとありますね。ここの美山霧島の群生地はすごいです。ここが中岳中腹散策道の分岐点なんですけどね、こちらから先は立ち入り禁止ということになっているようです。では、ここからぐるり回ってツツジコースを歩きたいと思います。前方が錦江湾、そして桜島なんです。さっきうっすらと見えてましたけど霞んでしまいました。ここから左に回り込んで下っていくようですね。分岐到着です。ここで右に行くともみじコースですね。紅葉の時に綺麗なとこだそうです。今回は通じコースですね。こちら参ります。おー、真正面高千穂の峰です。先ほど歩いた道を登山者が歩いてます。ではこちらの道も綺麗です。参りましょう。分岐に戻ってきました。ここで中岳中腹
一周散策道終わりです。綺麗な三山霧島と景色でした。はい、では駐車場下ります。はい、先ほど中岳の中腹三山霧島の群生地行ってきました。これから鹿ヶ原、こちらの三山霧島群生地参ります。こちら霧島神宮の古宮跡、そしてその向こうに昨日登った高千穂の峰ですね。はい、では今日はこれから鹿ヶ原行って遊びたいと思います。じゃあ参ります。鹿ヶ原まで300メートル。ここの道はとても歩きやすいです。のんびりとだらだら登りですね。鹿ヶ原到着です。おお、素晴らしい。はい、こちら楽しい鹿ヶ原でした。それでは高千穂ヶ原へ帰ります。こちら高千穂の峰のお鉢、その右下に霧島神宮古宮跡です。